はい、それでは今日も未来の自分自身に、おはようございます。シモです。シモというアカウント名ですが、私は東京都北区シモという町が地元で、シモという町は志が茂ると書いてシモと読みます。昔からこの志が茂るというニュアンスが大好きで、地元の町名に誇りを持っていて、シモという町をレペゼンしたくてアカウント名にしてみました。そして私は年齢を重ねることで滑舌が悪くならないようにと、少しでも日々の社会の変化を学べるように、日頃から日本経済新聞を音読しています。さらに最近は頭の活性化のために記事を記憶して読む試みに取り組んでいます。音読に対して記事を記憶して読むので音読です。音読する題材は今回も日本経済新聞の春秋というコラムです。春秋はそれほど分量は多くないのですが、それでも実際に記事を覚えるとなると本当に大変です。私は春秋を1回手書きするごとに3回音読することを繰り返して、少しずつ記事を覚えています。手書きして音読して記事を覚えるのでとても時間がかかりますが、何十回も手書きして何百回も声に出して読むので、なんとなくの風景とか登場人物などのイメージが浮かんでくる気がします。そして滑舌が悪くなることを予防する他にも、発声の練習、字を書く練習、読むことはできても書けなかった漢字の練習など、たくさんのメリットにも気づきました。今回もどんな風に仕上げられるのか楽しみなので、早速見てみたいと思います。それではどうぞ。イスラエルはなぜ過剰なまでの自衛にこだわるのか。素朴な疑問の答えを探して、鶴見太郎東大准教授のイスラエルの起源を開くと、こんな言葉で始まっていた。世界は蓄殺される者に同情しない。世界が尊敬するのは戦う者だけである。我々は甘かった。イスラエルのベギン元首相によるホロコーストの回想である。長らく各地に離散していたユダヤ人はしばしば差別や迫害にあったが、武器は取らずに来た。小細で社会に溶け込む。その国と協調を深めることで自分を守る。多民族と共存する自由主義的なユダヤ人の姿がそこにあった。それが19世紀後半から変貌していく。一つのきっかけは1881年、ロシアでユダヤ人の迫害が起こった際、ロシアが守ってくれなかったことだ。ここから自衛のためユダヤ人国家を作る運動が始まる。第一次大戦後、パレスチナを委任統治した英国も後ろ盾として働かず、軍事主義を加速させた。昨日イスラエル入りしたバイデン米大統領も心もとない。これ以上の悲劇を誰が望もう。挙国一致というイスラエルにも、多民族の共存を目指したかつてのように考える人々がいなくなったわけではあるまい。鶴見さんは大きな概念で現実を分かったつもりにならず、多層的に見極める地道な作業の必要性を説く。小さくとも二国家共存の火を灯し続けなければならない。はい、いかがだったでしょうか。今回の春秋はイスラエルがハマスという組織から攻撃を受けたことをきっかけに、パレスチナのガザ地区へ侵攻を開始したというニュースから、ユダヤ人国家であるイスラエルの簡単な成り立ち、イスラエルが自衛にこだわる理由、そしてイスラエルとパレスチナの二国家共存が必要なのではないか
とまとめられていました。私はこの地域の紛争が話題になるたびに複雑な気持ちになります。壮大な歴史を考えると、文化と宗教が交差する中東という地域はとても興味深く魅力的で、とても関心があります。その反面、歴史的に見ても常に争いに次ぐ争いの絶えない地域でもあり、その余波が現代に至っても収まっていません。日々流れてくる報道でも、今日は何人亡くなった、今日は何人怪我をしたなどと、その数字が軽々しく聞こえてくるほどで、壮絶な映像も流れてきます。その映像に映る人々や、亡くなったり怪我をしたと言われる人々は、ただ普通に暮らしているだけの私たちと同じ一般市民のはずです。その人たちにも親や家族がいるはずで、そんな背景を考えると胸が苦しくなる感覚を覚えます。だから中東地域の歴史や現状を考えると、一人一人の無力さを痛感すると同時に、国際的な機関は何のために存在しているのか分からなくなり、やるせない気持ちになります。そもそも国や宗教は一人一人を豊かに幸せにするためにあるのではないでしょうか。その国や宗教が原因で人が亡くなり争いが絶えないのなら、国や宗教は何のために存在しているのでしょうか。ただそんな中でも力強くたくましく乗り越えていくのが人間であり、これまでも幾度となく同じような、またこれ以上の困難を乗り越えてきました。今回も私たち人間が国や宗教、人種などにこだわらず、そこに暮らす人々の日常に対する想像力を豊かにすることで、争うことの意味のなさに気づくはずです。中東から遠く離れた私一人にできることは何もありませんが、こうして自分が出会った一編の新聞記事から何かを学び、何かを想像する、それだけでも世界の何かがほんの少しだけ変わるかもしれません。それではまた。